8月16日の誕生花サルスベリを紹介します。サルスベリは鮮やかな花と滑らかな樹皮が特徴の落葉小高木です。特徴、緑色で楕円型の葉を持ち、耐性または母性します。秋には黄色や赤に色づきます。ピンク、赤、白、紫など多彩な色の花を咲かせます。花びらは葉状に円取られ棒状に咲きます。花の直径は約3から5センチメートルです。滑らかで薄い皮が剥がれ落ち、樹皮がツルツルしています。これが名前の由来です。開花時期は7月から9月の夏です。花言葉、幽蓮。花が咲き誇る姿が幽蓮さを象徴しています。愛嬌、鮮やかな色合いと可愛らしい花の形状が愛嬌を表現しています。潔白、滑らかな樹皮が潔白さを示しています。歴史と文化、サルスベリは中国を原産とし、古くから庭木として栽培されてきました。日本では江戸時代に広まり、庭園や公園で広く見られます。育て方、植え付け場所は日当たりの良い場所を好みます。風通しの良い場所が適しています。排水性が良く、肥沃な土壌を好みます。一般的な園芸用培養土で育てられます。水やりは表土が乾いたら水を与えます。特に成長期には適度な湿度を保つことが大切です。成長期には定期的に肥料を施します。特に開花前には追肥を行うと良いです。まとめ、庭や公園で美しい花を楽しむことができます。生け垣やシンボルツリーとしても適しています。サルスベリは盆栽としても人気があり、美しい姿を楽しむことができます。サルスベリはその美しい花と木型から多くのガーデナーに愛されています。夏の庭を彩るために、ぜひサルスベリを育ててみてください。